皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。テレビ局の闇。テレビ局ではADとして若い子をよく募集していますが、やはりきつい仕事なので長く勤める人はなかなかいません。連絡もなく突然来なくなることはザラで、中には辛くて自殺する人もいます。ある日、若いADが来なくなり、あいつも辞めたかと思っていると、男子トイレ周辺に人が集まってざわざわとした雰囲気になっていました。行ってみると、その若いADが個室で首を吊って自殺したということでした。社屋内で自殺するなんてよほど恨まれてるなと申し訳ない気持ちにもなりましたが、自分の仕事も溜まっていたのでその場を後にしました。その事件があってからもそのトイレは普通に使用されていたのですが、しばらくすると車内に妙な噂が立ち始めました。誰もいないはずの個室から男のうめき声が聞こえたり、用を足していると後ろから髪を引っ張られるというのです。何人も体験した人がいたので、さすがに社内でも問題になっていました。それからまた数日経ち、たまたまそのトイレの前を通ると、そこにトイレはありませんでした。ドアがあったはずの場所はつなぎ目がわからないほどきれいな壁になっていたのです。自分の会社のことですが、あの時はさすがにいろんな意味で怖くなりました。はい、テレビ局の闇というお話でしたけど、うん、これ怖いですよ。これやばいですね。やばい、これはやばいですね。いろいろ考えさせられるっすよね。本当っすね。そのなんていうの、そのさ、隠蔽体質っていうか、そのね、多分さ、こんなん報道もしてないし、もちろんっすよ、ね、まあまあこの話が事実かどうか分からんけど、だけどさ、報道もしね、報道もされてないしさ、そりゃね、自分の会社でそんなことがあったらさ、報道せんだろうし。そうっすね、しかもなんか徹底的に隠すでしょうね。徹底的に、すごい、本当にそのトイレもなかったことにする。それすごいですよね。怖いよ。トイレなかったことにするって、もうだってトイレの入り口がないんですもんね。そうだよね、すごいよ、本当に。その中どうなってんだろうね、もうすごい真っ暗なんでしょう、ね、まがまがしい。もう黙ってそうっす ね、なんかお札とかあったりさ、なんかこ してそうお供え物じゃないけど、なんかこう、ちょっとなんか祭壇みたいなのがあったりとかしてさ、なんかさ、いろいろ想像しちゃう。しちゃいますね。うわ、確かに。なんかお祓い系のことはやってそうっすね。やってるだろうね。なんかそういう壁ってやっぱ使われてたんで、綺麗にするとそこだけ真新しくなっちゃうじゃないですか。それもないぐらいな、つなぎ目も分かんないぐらいにやったんでしょうね。お
大道具さんの、うん、そうですね美術さんとかいますからねそうそうそう、外注することなく、なく行ったでしょうね、社内で、社内でできちゃうんでしょうね、うん、いやすげえっすわ、この話は本当に興味深い、興味深いよね、はい、またテレビ局っていうのがねありそうだよね、ありそう、うん、まあ一個トイレ消したぐらいじゃ多分そんなにね、うん、苦じゃないだろうし、うん、いやー怖い話ですわ、本当っすね、うん、タレントクロークとかかな、もっと下のスタジオ近くとかかな、どうなんだろうね、うん、どこなんでしょうね、うん、でもやっぱ辛いらしいですね、テレビ局も AD の時は、まあそうでしょうね、うん、もう僕が聞いた話だと、うんうん、なんていうんですか、残業なんて当たり前だし、うん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 、まあそこで止まる、よくテレビにも出るじゃないですか、もう椅子を何個か並べて、うん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 、編集室とかで寝てる人は、うん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 、とか、うん、本当にああいう感じらしいと、らしいっすよ、もう労働基準法なんて関係ないみたいな、もうタイムテーブルがもう決まってる話ですからね、本当にもうそれにケスカッチンですから、それに間に合わさんと、うん、まあでもその頑張って頑張ってディレクターまで行ったらすごいらしいですけどね、やっぱ給料の方も、ああそうなんだ、うん、はあ、結構特番一発で100万近くは入ってくるみたいな話聞いたんですけどね、うん、はあ、給料と別で、はあ、給料として、あ、給料として、はい、まあその一発ですよ、あ、うん、まあそれ特番行くまでに何ヶ月前からか、うんうんうん、まあ、やってんでしょうけど、なかなかでも、うん、俺あんま知らなかったんだけどさ、うん、テレビ局ってまあちょっとまあ、アナウンサーとかそういうのはちょっと分からんけど、うんうんうん、結構偏差値高くないと入れないんだね、あ、みたいですね、ねえ、うん、AD どうなんだろうね、 AD どうなんですかね、まあアルバイトとかもいるよね、まあでも大学卒とかなんですかね、あ、条件がそういう条件になってるとか、うんうん、とかなんですかね、結構なんていうの、人気の結構大々的に募集はしてないらしいですからね、え、そうなの、うん、結構人学生に人気の、うんうん、就職先みたいなさ、うん、だっていうことは聞いたことあるよ、うん、なんか大学出てないとダメみたいなのは聞いたっすね、あるよね、うん、うん、でも現実はこんな感じなんだね、まあ、そうっすね、うん、確かね、地元の先輩にいるんすよ、二個上に、うん、今多分ディレクターっすね、昔 AD やってたっすね、まあもちろん下積み時代から、多分今ディレクターっすね、20世紀少年とかにも関わってたはず、うん、じゃあ某テレビ局だね、そうっすね、某テレビ局ですね、いやでもテレビ業界もどうなんだろうね、尻すぼみになっていくのかな、どうなんすかね、どんな感じなんだろう、実際どんどんやっぱさ、YouTube とかネットにどんどん、ね、まあまあそうっすよね、若い人ほどそっちに移行してると思うんだけどさ、ドラマ例えば終わって、うん、見逃し配信みたいなのとか、あるあるある、まあそのいろんなネットフリックスだったりフールだったりとか、うん、アマゾンプライムだったりとか、ね、あるじゃないですか、配信サイトじゃなくて、なんか例えばフジテレビだったらフジテレビオンデマンドとか、うんうんうん、まあ有料ですけど、うん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 、見れるやつとかもあるじゃないですか、あらあらあら、結構使うんですけど、あ、そうなんだ、はい、CM あるの、ナイスナイス、そうだよね、はい、なんか途中からたまたま見て、うん、あ、これ面白そうだなと思うと、うんうん、まあそのさっき挙げた Hulu とかだったりとか、うんうん、結構登録してるんで、うんうん、まあその中で追っかけ再生がないものは、うん、あ、見逃し配信がないものは、うん、やっぱりその有料で見たりはしますけどね、うんうんうん、
まあ、そういうのがそのテレビ局の肥やしになっててくれれば面白い番組も、うん、ある、うん、面白い番組もあるよ、うん、ありますあります、ね、いっぱいありますある、うん、ゴッドタンがめっちゃ好きでさ、あ、面白いですよね、めちゃくちゃ面白いあれは、うん、ほんとね、テレビ東京さんこの間あの24時間テレビの裏番組で、はいはい、ゴッドタンのスペシャルやったんです、はい、3時間半スペシャルっていうの、はい、もうね久しぶりにね、もう何十年ぶりか分からんぐらいに、はい、あの録画したよ、おお、うん、おお、めちゃくちゃ面白かったいいですね、うん、そうか、うん、ね、有料の良質な番組はね春にはあるんです、でもやっぱさ、いろいろあの報道番組みたいなのをこうなんかワイドショー化しちゃってさ、あのテレビので言ってることをなんかこう鵜呑みにしちゃう人って言ったらまだいると思うんだよね。ね、もちろんもちろん。うん、まだ多分予想以上にいそうですよね。いっぱい。まあ、もちろん全部が全部本当じゃないってことはないですけど、もちろん、でも お年寄りじゃない、うん、まあでしょうね、ねえ、うん、テレビ見てる多くの人は、うん、あとあの苦情を言う人いるじゃない、ああいますいます、それこそ心霊番組だってめっちゃ苦情来て自粛自粛になってるんですよね、見んときゃいいのにね、うん、本当に、うん、まあ、でもそれって、うん、まあ、それはなんかテレビに関してだけじゃないというか、うん、まあ、YouTube でもよくなんかコメント、アンチコメントあるじゃないですか、あるあるある、まあ、それも同じことで、まあ、見た上でっていうことですよね、うん、こう思ったからみたいな、おからじにもアンチがいるんですか、あ、いるんじゃないですか、やっぱりバットボタン押してく、押されてますからね、別に、まあそうだね、うん、確かに、うん、この弱小チャンネルにわざわざ来て、うん、バットボタンを押してくれる人がいるってことでしょ、うんうん、そうそう、まあその毎回かわからんですよ、同じ人かどうかはわからんけどね、はい、だって別に登録してくれてる人で、うん、毎回毎回あげるもんが好きって結構気持ち悪くないですか正直、いやいや、そんなこと言ったらさ、いや、もちろんもちろんですよ、うん、もちろんそう、ファンでいてくれるのはあれですけど、うん、うんと、なんていうんですかね、例えばじゃあ僕らがすごい暴言を言ってても、うん、すごいなんかとんでもない放送をしても、うん、うんと、このあれは良かったですねみたいに、なる、うん、手放しでね、無条件にみたいなやつだとちょっとやっぱ、うん、ちょっとこっちも、うんうん、いやそうじゃないでしょみたいな、うん、うん、嬉しいっすよもちろん、うん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 、だけどちょっとあれってなる、まあかな、こうお仮面のみんなにはこう、ね、フラットで聞いてもらいたいみたいな、ひいき目なしに、あ、まあまあまあそうっすね、良かった悪かったをちゃんと言ってほしいみたいな、うん、うん、まあでもそういうもんかもしれん、そうやってなんていうの、褒めるばっかじゃなくて、うん、まあそうやって多分良くなってくる、そう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 、それでこうさ、ね、洗練されていくというか、う、まあ、アンチ込みでね、うん、もっとアンチが増えんとダメだ俺らもでもあれですよ、そんなコメントだらけになったら俺、あ、チャンネルも自分でバンしますから、ガラスのハートだからね、ガラスのハートだから言ってることちょっと矛盾してますけど、まああのやめちゃうみたいな、 DM とかね、あのそっとそっとでも友に届いちゃかんなら、でもやっぱ見ることは大切なんで、意見は、はい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 、はい、うん、ただ俺あのアンチコメントは全然いいんですよ、うん、それに同調してくる人が本当に嫌で、ああ、うん、なるほど、自分もそう思いましたみたいなのとかが本当に嫌で、分かったよっていう、もうってなっちゃうっていう、まあそんなことしてくる人いないですけど、
だから DM でこっそり教えてみたいな、ツイッターの。なるほど、はい、まあまあでも YouTube もメッセージ機能ありますからね。うんうんうん、それ誰でも使えるの？あ、使えると思いますよ。あ、そうなの、はい、ということで、うんまあ、でも隠蔽されてることはあると思うよ。まあそうですよね。うん、あると思う。私知らん方がいいこともあるかもしれんし。それはあるっすね。ね。すべてを知ることがいいわけじゃないっていうね。そうですね。情報操作もあるでしょうね。あるでしょうね。はい、あるでしょうあるでしょうそれも、うん。でもその知りたい派じゃないの。俺は知りたい派です ね、はい、もう本当真実まで全部知りたいみたいな、うんうんうん、でもガラスのハートだからさ、うん、あんま知らない方がいいことまあ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 あるでしょうね。ねえ、うんうん、もう知っちゃったらもうあれじゃないの、なんかメッセージとかさ、うん、なんか変なあのここもっとこうした方がいいみたいな指摘もさ、うん、なんかすごいオブラートに包んでメッセージ欲しいみたいな感じなんじゃないの、うん、もし指摘してもらえるなら。そうっすね。ね。うん。やんわりと。やんわりと、うんうん。優しくしてねっていう。うん。ね。それっすね。ね。うん。うん、人に優しく。うん。うん。本当に。そういうことだね。うん、僕らもあのマイクロフォンの中から頑張ってるかな。頑張れって言ってんす。言ってんすよね。やっぱり。聞こえるかいと、そういうことです、はい、頑張れ、はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。降り続く雨。同じ大学に通っていた A と B と C の3人はよく夜になると A の家に集まって遊んでいた。しかしそのうち遊ぶネタもなくなり、暇を持て余した3人は近くにある心霊スポットへ行こうということになった。その心霊スポットというのはトンネルで、かなり有名なところらしい。雨が降って視界が悪い中、 A の運転する車はトンネルの入り口に到着した。やっぱり雰囲気あるな。なんだビビってんのかよ。ビビってなんかねえよ。まあまあとりあえず中に入ってみましょうよ。三人は車に乗ったままゆっくりとしたスピードでトンネルの中へ入っていった。トンネルの中はかなり不気味だったが、何事もなく通過していった。何か起きるのではないかと期待していた三人は拍子抜けした。なんだ何も起きねえな。まそんなもんでしょう。トンネルの真ん中ほどに来た時だろうか、急に雨が強くなってきた。急に強くなってきたな、なんて話をしていると、 C が突然、おい A 速攻でトンネルの外へ出ろと叫んだ。どうした、急に怖くなったか。いいから早く出ろ、ぶっ殺されたいのか。 C のあまりの剣幕に普通じゃないものを感じた A は慌てて車を走らせた。帰り道では三人とも無言だった。 C はまだ青ざめた顔で震えている。一体どうしたってんだよ、なんか見たのか。
すると C は答えた。トンネルの中にいるのになんで車に雨降ってんだよ。はい、降り続く雨というお話でしたけど、はいはいはい、これ俺ら結構トンネル、まあ、地元の豊橋に本坂トンネルっていう、うん、まあ、有名な心霊スポットがあるんですけど、ありますね、結構行くんすよ、うんうん、なのでなんかちょっと親近感湧くっす、うん、この話、うんうん、分かる分かる、うんうん、でなんか、うん、これに似た話を本坂トンネルのバージョンでも聞いたことあるっす、うんうん、友達から。いやほとんど一緒です一緒です。あの叩く音が雨の音が聞こえとって、うんうん、出たら、うんうん、とその一人が、うん、トンネルの中で雨の音なんておかしくないかっつって、うんうん、で、うん、なんかファミレスかなんかでその話をして、うん、あ確かにって言って車見たら、うん、手形がついてたみたいな、うんうんうん、あ雨じゃなかったっ、ね、そう雨じゃなくて、そんなもん叩かれとったみたいな。なるほどなるほど。手形がついてるバージョンみたいな話を、はあはあ、実際この話も、はい、雨じゃなかったってことですか。そうです。これ言ってるっすよ。え、あ言ってねえわ、うん、言ってないよ。だから俺これさ、なんで怖さがちょっとわからんかったんですよ。あえどういうことみたいなすいません今のは俺が悪いっす、うん、あでもまあでもトンネルって普通雨の音しないじゃないですか。しないしないしない。だけど、うん、そのトンネルの中にいた時も雨の音が、うん、車を叩く音が聞こえてたから、うん、なんでだってなるんじゃないですか、うん、っていう怖さなんで。 それが一人だけ気づいてたんですよ。トンネルの中で、うん、雨の音がまだ降り続いてるみたいな、まだ雨は降り続いてるって言ってるのを、うん、その早く帰るぞって言ったやつだけ、うんうん、あれなんでトンネルの中なのに雨やってなってるんですよ。ちょっと意味コア的な、そう意味コア的な感じですね、うんうん、そうですね。あ謎解き、ね、今謎解き編です、うん、今謎解き編です。なるほどね。じゃあ俺ワイパーとかどうするのかなみたいなさ、うん、でもそこはもう何ともしたのかなみたいな、何とも思ってないですよ多分。トンネル入るときに、まあ、多分つけっぱだったのか、うん、ワイパーやりっぱのままトンネルおるのか、うんうんうん、あのかまあ一人しか気づいてないからね、うんうんうん、だからこの3人でおって、うん、運転手じゃないかもしれないし、うん、そう、うん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 、の人だけ気づいてるんですよ、うん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 、でも俺らは気づかずに飛んで心霊スポット怖いねってやってて、うん、でそうしたら気づいてるやつが、うんうん、早く帰るぞっつって、うん、で後から聞いたらあの時の、うん、雨の音っておかしくないっていうような話だと思うんですよ、うんうん、それ多分続編があるこのバージョンもあるんですけど、まあまあそうだろうね、うん、そうそうそうだね、もっと分かりやすいというか、はい、あなるほど、そういうことか、うん、想像力が足らんかったわちょっと怖さが、あー、うん、そうかそうか、はい、まあでも比較的これ有名なお話、うん、有名なやつですね、うん、これはまたね、そのファミレス、さっきケイスケが言ったファミレスにつながる話もあるし、はい、でそのファミレスからまた派生して、うんうん、ガソリンスタンドに手形を消しに行くんですけど、うんうん、1個だけ消えなくて、うんうん、それは中からだよって、うん、聞いたことある、うん、っていうバージョンもあったりとか、うん、いろんな話にねつながってくから、俺これが当たり前になりすぎて、うん、この話がそこで終わっとるの忘れとったっす。もう知ってる程度喋っちゃった今。ああそういうことか。そうそうそう、雨の音と、うん、その上から手をバン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 やられてる音が同じというか。そうですね、あまあ、単純に雨だけでも、うん、不思議な話ですけどね、そのトンネルの中で雨が降ってきたっていう、車のに雨が落ちてくるなんて音はしないじゃないですか、うん、しないしないしない、うん、だからまあこれだけでも不思議な話ですけど、うん、その結果が多分叩かれとったっていうのに持っていくための手形。なるほど、うん、だから十分ここまででも、まあうん、まあまあいいですよ、うんうん、そうそう、意味コア的な、うん、意味コア的な感じが、うんうんね、だってそれで例えば手形じゃなくても、はい、雨の日に死んだ人の霊で、うん、あのトンネルの中に妖怪や雨降らしみたいなやつがおるかもしれない、ね、本当に降ってるみたいな、本当に降ってるみたいな、うん、妖怪雨降らしが、うん、そうかそうか、うん、でもこんなん起きたらもうめちゃ怖いっすよね。いや怖いっす、うんうん、怖いっす、気
気づいた、まあ、文字でね読んじゃうと、はいね、そんなにああっていう感じだけど、でも俺とトム君結構2人で行ったりするじゃないですか、うんうんうん、俺ら全く気づいてない時があるかもしれないですもんね、うん、全くさ怖くない時と、はいはい、あれちょっと怖えなっていう人ない、うん、あるあるっす、うん、そうなんだ、でしかもその時って、うんトム君霊感があるじゃないですか、うんうん、まあ、ケイスケもそう、僕は霊感強いって言われてるんで、うん、気づいてないけどなんかみたいな、うん、なんでそう思った時に、うん、あこれ今ガチのやつなんだなっていう気持ちになるんですよ、うんうんうん、でもう一気に怖くなって、うん、僕ちょっと前も本坂トンネル行ってきたんですけど、うんうん、この時はもう全然怖くなくて、一人でトンネルを歩けるし、その後その一緒に行ったやつと、うん、トンネルの上まで登って上調べたりとかもしてたんですけど、うんうんうん、その時は全然大丈夫なんですよ。ただちょっと怖いモードに入ってると、うん、もう窓開けるのも怖いですよ。同じ場所なのに、同じ場所なのに、はあれ絶対なんかあるっすよね、うん、あれ何の違いなのかね、うん、だって心霊スポット行く前のアップぐらいの、うん、感覚でいけるんですよ、うんうん、あの気持ちを高ぶらせるアップで、うんうん、なんかスポーツ選手が自分の出番前にアップするじゃないですか、僕らの気持ちでそのトンネルに行けるってことね、行けるんですけど、うんうんうん、まずそこ行ってから違うとこ行こうかみたいな、たまにどこへ時あるんですよ、本当もう初っ端から怖い時があるんですよ、もう登ってく道から、うん、あれなんかちょっと空気変わったねみたいな、うん、でしかもほぼほぼ毎回一緒なんですよ、そうなるタイミングが、トモ君通る時とか、うんうん、そうなんだ、うん、すげえ、なんだろうね、いや分かんないです、うん、かと思えば、うん、え何にもないね、うん、こんなつまらんトンネルだったっけっていう時もあるし、うんうん、そうなんですよ、あの差がすごい怖い、うん、ね、なんだろう、なんか月とか関係あるんじゃない、あー、うん、時間とか、あ、まあ、時間帯もあるだろうね、満ち欠けとか、満ち欠け、うん、そうそうそう、霧がかってる時とかでも怖くない時怖くないですもん、ね、うん、全然、俺だって前の放送で、はい、一番行くのに最適な日は雨上がりって言ったぐらい、はい、その霧とかで雰囲気がめっちゃ出るから、はい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 、うん、怖い怖いっていうか、うんうんうん、面白いっていうのを言ってたのに、うんうん、何にもないすごい晴れてる日でも、うん、めっちゃ怖い時あるんですよ、うん、で言っちゃえば明るい時に、うんうん、じゃあまだ免許取り立ての頃とかって、うんうんうん、心霊スポット行きがちじゃないですか、うん、行きがち、その時に、一人がもうそういうの本当に嫌だもんでっつって、うんうん、だから、昼間に行こうっつって明るい間に、うんうん、それなら行けるでしょっつって連れてったんですけど、うん、昼間なのに俺めっちゃ怖かった、わかる、はい、わかる、昼間に怖い時もあるっす、そうなんですよ、そうなんだ、あれなんだろう、あれなんだろう本当に、でその霊感ある人とかに、はい、そうやって言われてるからもう絶対いるんだって思っちゃうんですよ、うん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 、そうなると急に全部が気になりだすんですよ、うんうんうん、しかも、うん、俺が行く時は、うん、まあ絶対に近いんですけど、うん、一回その振動の方を通って新本坂トンネル、新しい道の振動ね、はい、静岡に抜けてから、はい、で旧道の方に入って、うん、愛知県側に、うん、旧本坂トンネルを取っていくんですよね、うんうんうん、っていうルートで行くんだ、っていうルートで行くんですよ、うん、みんな普通は多分もうその愛知県側からガーって上がってっちゃうんですけど、うん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 、そのなんだろう、静岡側の入り口が、うんうん、入り口というか道が、うんうん、そんなに怖くないんですけど、うん、綺麗だし、うんうん、豊橋側、愛知県側は、うん、めっちゃなんかボロボロなんですよ、うん、ボロボロ、だからトンネル出た後も結構怖かったりするんですよ、一緒に行く人とか関係ないの、あだって僕とトモ君の時でも結構2人で、そうなる時とならない時があるし、そうなる時あるし、でもね実は、うん、ゴマさんと行ったんですよ、はいはいはい、来た時に、はいうん、これ旅中に、はい、その心霊スポット行ったっていうと、はい、一緒に行きますよっていう人がいっぱい増えちゃうから言わなかったんですけど、うんうんうん、あ怪談朗読の駒団子さんね、うん、はい、うんうんうん、行ったんですけど、うん、そん時も、うん、あちょっと今日やばいかもしれんすねみたいな、そういう空気感だった、だったっすね、はい、なんかあったんですか、ほんで実際、いやまあなんかあったっていうよりかは、あの前に言ったあのセンサー、うんうん、今田さんと占い師のところ行った時に言われた、うんうん、あの左側のセンサー、うんうん、
がまあゴマさんと行ったんで、うん、あれ映るって言われたじゃないですか、うんうんうん、まあ、ゴマさんにも映ってたっていう、左側痛くないですかって聞いてきたもんで、うんうん、あ痛いっすよって言ったら僕もですって言ってました。あ、そうか、うん、ちょっと一瞬脱線していいですか。はいはい、どうぞ。その占い師さんの話なんですけど、はい、占い師っていうかそういう霊能力がある方、はい、で嘘の人もいるだろうし、はい、本当の人もいるじゃないですか、はい、でも僕自身にその力がないんで、はい、その本当の人のこと俺 まあ半信半疑だったんですよ、うん、で僕ら共通 あの女性の方いるじゃない、うんうん、霊能力者が、うんうん、僕あの人あんま信じてなかった、信じてないっていうか、うんうん、まあ力はあったとしても俺には関係ないなっていうぐらい、うん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 、まあだって僕は見えないからみたいな、うんうんうん、思ったんですけど、最近、うんうん、すげえって思ったことがあって、うん、あのちょっと前に僕の友達が亡くなったっていう話したじゃないですか、はいはい、でそれの奥さんが、はい、もう僕どう、幼馴染で友達なんですけど、はい、その人に見てもらったんですって。え、最近？はい、おう、そう、それで、あ、そう、うん、その亡くなった旦那と、うん、こう話したいっつって、うん、もう今、うん、あ、聞きたいことがあるって言って、うん、その方のところに行って、うん、その見てもらうっつって、はい、で行ったんですって、うん、そしたら、そいつを呼ぶって言って、うんうん、亡くなった人、そう、亡くなった人を呼ぶ、いた子、いた子みたいな感じで、そう、呼ぶって言って、うん、下ろしたんですって、うん、でもまあその僕の女奥さんの方は見えないから、うん、こうちょっと信じてない状態で、うんうんうん、まあいろいろ聞きたいこと聞いてって言われて、うんうん、こうバーって聞くじゃないですか、うん、そうしたらその答えをその霊能力の方が聞いてこう答えてくれるんですけど、うんうん、あの2人夫婦でしか分からないようなことを言ってくるんですって。で、うわ、ちょっとやばい、本当かもしれんっつって、うん、とその亡くなったのが会いに来てくれたって思ってて、うん、じゃあもうそろそろ時間だから、うん、最後にどうしても聞きたいこととかまだあるって聞いて、うん、生前、うん、その私の作る料理の中で、うん、何が一番好きって聞いたことがあるんですって、うん、そしたら、うん、味噌汁って答えたと、うん、でもそれはもうこの2人しか知らないことなんですよ、うんうん、でその女の子も味噌汁ってって思ってたんですって、うん、っていうのを思い出して、うん、私の料理で一番好きなのは何か聞いてくださいって言ったんですって、うん、そしたらもう速攻で味噌汁ってその霊能力者の方が言ったんですって、うん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 、っていうのをそいつから俺は聞かされて、うんうん、うわ、あの人本物なんだと思って、うん、で結構前の放送とかでも言ってたんですけど、うんうん、僕その人に、うん、霊を払ってもらって、うん、家帰ったらこれをやれって言われたことがあるんですけど、うんうん、俺やってねえんすよ、うんうん、俺急に怖くなって、うんうん、昨日家でやりました。遅遅いわそれ。すいません、脱線、無駄話どながくなっちゃって今。すごいっすね。あ、でもあの人はまあ本物とか偽物とか分からんけど、うんうん、あの人はすごい、すごい、すごいなと思って、うん、すごいね、はい、もう俺もね 100% 信じるようにしました、うん、その霊能力者の方を呼ぼうよ、ね、呼びたいっすよ、呼ぼうよ、俺も久しぶりに会いたいな、ね、でもめっちゃ忙しいんですって、うん、だから俺んち来れないし、あ、そうですね、そうだね。そう、僕が働いてる店に、うん、周年イベントがあって来てくれたんですよ、うんうんうん、でその時、1人15分とかで、うん、占いとかやってくれてましたよ。そうなんだ。そう、今年、去年か、去年の、はあ、なんでまた来てやってくれるとは思うんですけどね、いずれ会いたいな、会いたいっすね。うん、まあ、あ、いずれ、うん、おからじブースができたら、うんうん、ここ以外で呼びましょう、うんうん、でも俺が選ぶところだから、うん、すげえ悪いよ。そうだね、うん、もう選んだところを見てもらおうか、うん、そうですね、まず、うん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 、そうだね、うん、てかもう いそのついでに出てもらいましょう。出てもらう、出てもらう、機材持ってって、機材持ってって、うん、出てもらいたいよ。またお話聞きたい。そうですね、うん、そうですね、うん、で俺とともくんよくこういう心霊スポットだとか、うん、怖い話とかするの好きで、うん、でよく行ってたんですけど、うん、その霊媒師の方に、うん、もうそういうのダメだよって怒られてるんですよ、二人とも、ね、うん、なのに怖い話の放送やってるし、もう俺はね、出会った時から言われてる。多分この中で一番多分出会ったのが、うん、付き合いが長いのが俺かなっていう感じなんだけど、うん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 、もうずっと言われてる。で、なんなら僕たち言っちゃダメだよって言っちゃダメだよっていうのもそうだし、うん、なんかそういうその霊を
なんかバカにするじゃないですけど、うんうんうん、そういうのはダメだよみたいな、うん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 、ずっと言われてます、うん、なのに俺らまた心霊スポットの動画上げようとしてますからね。本当だね、うん、このバチ当たりがって言われちゃう。本当にバチ当たりです、うん、そうか。まあでもちょっと会ってみたいのもあるし、ちょっと会うのも怖いなみたいなのもある、ね。まあ、一発目怒られるだろうなっていう感じはしますね。そうですね、はい、ということで、はい、今回のお話は、妖怪雨降らしの話、妖怪雨降らしの話です命名者の僕です。覚えてた。海にいそうだね、うん、いそうです、ね、その妖怪の名前が出てきた時に絶対使おうって。ありがとうございます、使っていただいて。ということで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日もいいお話でしたわ。次回も楽しみですわね。ではまた後ほど。